おやす。年末ですが自主トレ合宿に淡路島に来ています。で今日はいきなりバーベキュー、そう、はい、来るってごめんなさいね、あの素人の、はい、感覚なんですけど、大体こう練習一通り終わって、はい、みんなお疲れってやるかと思ったらこれ練習してないで、もう初日に、はい、初日に来ました、はい、登場人物紹介しますか。池田君はあのトレーニング見てもらってて、元十種競技の選手で、まあ、昔やってました。池田大輔です。池田大輔です。はい、モンティディオ山形17番の加藤大輝です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがブルージャー森岡の中村敦孝です。はい、よろしくお願いします。はい、朝まで一緒にやってます。はい、はい、ですね。ウエス、はじめまして、あの、高間です。よろしくお願いします。4、5回目なんですけど、ね、あ、立った方がいいですか。あ、大丈夫ですか。あ、陸上競技のドイアンナ。いや、座ってください。あ、座ってます。陸上競技のドイアンナです。よろしくお願いします。タッパーだけじゃないんですね、なんか。それがいいですよね。もっともっといろんな競技が集まってきたらいいですけど、はい、まあ、年末っていうのもあってあんまり集まらなかった。なるほど。明日犬飼選手も、はい、決まります。乾杯。お願いします。お願いします。あの、淡路島のブランド牛淡路ビーフを、まあ、皆さんに知っていただく、活動をしております。あの、淡路ビーフブランド化推進協議会の浜中と申します。あの、もうぜひ淡路島に来て食べていただきたいお肉を今日ご用意させていただいております。すき焼きと、今日あの焼肉をご用意してるんですけども、まあ、すき焼きの方はですね、リブロースと、腕とバラのすき焼きをご用意しています。まあ、リブロースの方はあの、もう脂身もしっかり乗っているので、淡路ビーフの特徴である融点の低い油、人肌でどんどんこうお肉を触っていただくと、もうそれだけで油が溶けていくので、口当たりも良くて、食べてもあの胸焼けしにくい、どちらかとあの味の濃いところと腕とバラをご用意させていただいておりまして、赤身を楽しんでいただきたいのと、その霜降りを楽しんでいただきたい、この2種類ご用意しております。で、焼肉の方はですね、座布団と言われている霜降りの座布団と、で、ラムともも肉ですね。で、こちらがインサイドって言って、皆さんハラミとかってよく聞かれるんですが、ハラミと、まあ、バラの間に位置するお肉ということで、それぞれちょっと特徴の違うお肉をご用意しておりますので、まあ、食べ比べていただけたらと思います。アホみたいに食うんで、まあ、体見てわかるんで、化け物みたいな。治療をお願いしてる人がいて、その方が昔から見てて、その紹介です。その方のトレーニングで僕が飽きて、そろそろ飽きたんですけどって言ったら紹介してくれました。2018からなんで、4年目とか。飽きっぽい僕を飽きさせないようにいろいろいつも考えて。バドミントンとか。そうそう。ゲタとか。はい。変わったトレーニングが多いです。まあ、いろいろ試行錯誤しながらやってますね。勉強させてもらってますね、お互いに。じゃあ皆さん池田さんのトレーニングを、そうですね、やってます。してます。知らないけど短距離じゃあ、はい、オリンピックも出てます。え、何歳ですか。16です。16。アクリル早いでしょ。高1か中1の勉強してた。マジ関係ないと思うんですけど、練習中のコーラいいみたいな話あったじゃないですか。大学にちょっとやるわってコーラ試したんですよ。当時目の前に肉離れしました。うわーって 金もらえって。コーラもしてるの。誰がいいって言った。見ましたっけ。僕なんか運動中にコーラいいみたいな話してハーフタイム。小野真珠はちなみにあれですよ、炭酸水練習中置いてたりね。え、真珠さん炭酸水は、炭酸水はいいらしい。海外すき焼き取ってきますか。あ、そうなの。体のためにJ もイギリスでは炭酸水なんです。いや、ワンちゃん今日来れなかったのは痛いね、これ。写真送ってやろう。痛い、27。青木涼太世代。変わってる世代。痛い、なんで。95、ろくなやついないから。もうその話終わり、全員いいのに、なんか全員としてるみたいな。でも、ポロッとこう、ちょっと笑いが出てましたよね、そういう時に。やりすぎだよって。そういうの。これ、フです。関西はこういうのをよくすき焼きに入れるんです。もう、フは絶対フって関西だけなんですか。そう、らしいですね。北海道あんまり入れないですね。マジ。はい、もうこれで育ってきたから、僕は分かんない。何、多分増えてる。
焦げてんのを入れようとしたんです。いい感じ。卵や。焦げてんのを入れようとしたんです。アッキーが入れてる。いろいろ今回やってくれた FC 淡路の、はい、社長やってます。CEO です。CEO。ありがとうございます。ありがとうございます。FC 淡路の三上です。よろしくお願いします。難しいな。同い年です、僕と。ああ、そうなんですね。筑波大学出身。スピーチの YouTube で焼肉紹介してくれる。中村。斉藤とか。中村。斉藤オリンピック。めちゃくちゃ生な玉ねぎ入れてくるんだよ。全然わかんない。どうしたんだよ。一緒に。お姉ちゃんもこもらないです。さすがです。大丈夫ですか。火通ってなかった。何が？オフ。玉ねぎ淡路島有名やから。生でも食べれる。売上だいぶなくなった。全部そう。勝ったの。勝った時。割り勘でしょ。そうなの。俺に振ってくんの。ちょっとそれをカメラに向かってしまう。我が故郷の大スター目指してますから。カノで。カノ。ボー。ボー泉。ニョー泉さん。ニョー泉ニョーさん。West。West。ということで、バーベキューとして今日は。美味しかったです。美味しかったです。いい肉すぎて楽しかった。もうなんか終わりの雰囲気ですよね。旅行、はい、あのキャンプできました。今日最終日キャンプができましたんで、また来年も頑張りたいと思います。明日からですよ。明日から頑張ってください。明日からトレーニングやります。はい、じゃあ、はい、おいしい。おはようございます。おはようございます。大して距離じゃないよ。多分30分前後だから5キロから6キロじゃないって。おはようございます。おはようございます。2試合だったら29。あと20秒最後。誰が起こすんですか。いや、さすがにチャンネルの主人公置いてくる。俺のやつ取っといて。いいんじゃない途中から走り合流するっていう、めっちゃ面白い。コンコンしていきますわ。あ、いらっしゃった。あったかいですか。おはようございます。あったかくないよ。4分前に起きたんです、これは。同じぐらいの感じ。俺も違う、俺らもっと早く起きて。あ、俺が4分前に起きた。はい。120ぐらいで走ればいいんです。120か5キロ。いただきます。おめでとう。はい。このぐらいだったらついてこれんじゃない。はい。GPS が。GPS の。キロしか走れなかった。キロが大事な。いや、時間、その脈をその時間以上継続することで。じゃあ朝飯。はい、よいしょ。じゃあ朝飯ですね。はい、まあ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。みんなやりますよ。池谷君もちゃんと寝れてたらしい。たまに、たまに、あとか言ってた。さっきもあれ怖いからやめてほしいとか言って。いただきます。すいません、声大きかったです。何も喋んねえっていう。そう。回ってんですよ。何言ってんじゃん。寒いから来ない。この感じは聞こえてないから言ってみ。パワーがあって土井さん言って。何やってんだよ。めっちゃ見てる。言ってみて、バカ野郎。バカ野郎。あ、全然聞こえてない。喜んじゃった。いや、喜んじゃった。喜んじゃってる。今でも可愛かった。バカ野郎。走るならあと30分は必要。普段朝ごはん食べちゃってる。普段朝ごはん食べない。全然いけんだけど。シャクレは消化が早い。